ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りするガチャ動画。土曜日でーす。毎週土曜日は今週1週間毎日ガチャガチャやってみたということで、最新のガチャガチャ7アイテム入っています。1つ目これです。2つ目これ、3日目これ、4日目これ、なんだこれ、5日目これ、6日目これ、最終日7日目このカプセルです。それでは一個一個見てみよう。どうぞ。エールから公園の遊具、ブランコが当たったようです。結構部品多いぞ。完成、毛が細かいね。ここの手すりまで作って、ね、だから部品が多かったのね。これはこうやってね、はい、ブラブラできますので。敬礼が当たりました。いいね、かっこいいね。当たったのは白頭足敬礼、かっこいいね。白頭足敬礼敬礼。エールからモアニマルズ、モアイの顔したアニマルね。いろんなの作るな。しかしその不思議な島の動物たちはモアイの顔をしているというどんなシチュエーションですか。当たったのはウサギ、振り向いて、うわ、怖怖これ怖いですよね。モアニマルズのウサギです。可愛さをみじんも感じないというモアニマルです。こんにちは。同じエールなんでね。これは普通のカプセルと違うな。ん？お、なんだ？続くな。エールブリキ缶ファミレス粘土、あ、これは匂いがすんのね。あー、匂いする粘土。これちなみにコーンスープの匂いするとなる。だからコーンスープ色なんだこれ。はあ。あ、粘土だ。粘土。ちょっと嗅いでみますかね。コーンスープの香りするな。うん。ね。これは開けずに取っておきましょうか。粘土ですね、粘土。こういうのもガチガチで当たります。セメダインです。ミニチュアキーチェーン。ね。セメダインではないです。ミニチュアのキーチェーン、後ろにがっちり紹介載ってますね、これ。へぇ、セメダインとは。このセメダイン C、ね、工作用。すごいな、うわぁ、後ろまで再現。ね、開けるとですね。じゃん、中入ってるようだけど入っていない。ね、セメダインのボールキーチェーン。これをくっつけると、キーホルダーになるという。ね。ここまでついてるんで、これ再現度すごいですね。はあ、めちゃめちゃエールが多いな。ゆるい核、うん、威嚇しているけど頼りない皆さんということでね。威嚇する皆さんですけどね、威嚇してる感じじゃないね、みんなね。はい、何、ペンも置けるよ。あ、大豆好きなの。威嚇してるんですって。三毛猫が当たりましたね。三毛猫を、三毛猫をポンと置いて、ペンを置く。ね。素材がね、柔らかいんだよね、これ。他の人にペンを触られたりとか使われたりしないんだね。なるほど、なるほど。威嚇してますよ。シャーズのシャーって。言ってるシャーって。あ、この角度、シャー。ジェイドリームは、こういうのはケース系が多いですね。今度はコンビニ、ホットスナック&タバコショーケース。はいはいはい、すごいね。ホットショーケースね。あとタバコショーケース、タバコショーケース。うわ、すごい、ミニチュアのタバコいっぱい入ってる。ミニチュア好きはね、これだけ当たっても嬉しいですよね。はい、タバコショーケース出来上がりました。すいません、7番くださいってね、引っ張ってね。はい、7番ですね。はい、
こんなもんですね。はいっていう感じでね、楽しめる、ね、このアクリルの作り方がすごいね。この動画を見て最新ガチャガチャを回す参考にしてみてください。こうやって毎日ガチャガチャやってます。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしています。それではまた次回、明日かな。